そうですね、そういったやり方もあります。いろいろもろもろな情報を収集して警備が上がっていけば、それでこのエリアは赤、危ないかもしれない。GPS、地図、あとレーダーも一緒に出るんですけど、今止めてるんですけど、そうじゃないですか。